十和田さん。そこを、ちょっとどいてもらってもいいですか？ソリマチさん、どうしたんですか？あなたも、隠し事をしてますよね。大したことじゃないです。その場所、どいてみてくれませんか？はい。みゆきちゃん、どうしたの？見ればわかりますよ。押し入れの中に何が入っているか。ねえ、十和田さん。何なんです？何が入ってると言うんですか？見ればわかりますから。だからどいてください。反町さん、何を根拠にそんなこと。話をそらさないで。それとも私に全部言わせたいの？話せる？話してくれたらこれ以上は私も詮索しないけど、どう？何を？そう。じゃあ仕方ないわね。私が説明してあげる。恋人の黒沢君の行方、あなた本当は知ってるんじゃない？どうして私が？それにそれが押し入れとどう関係があるんですか？さっき見えたんだよ。そこの押し入れの中に人間の手首があるのさ。どういうことだよ。そんな、なんだよ、手首ってここにあるってのか？おい。なんだよ。手なんてどこにもないじゃん。
さん、どういうことですか？手首が見えてるって。さあね、見たから見たって言ったまでさ。それに私は、あんたが犯人だなんて一言も言ってないよ。見間違えたんじゃないですか？こんなところに人間の手があったら、さっき私が毛布を出した時に見つけてますから。そうかしら。龍之介さん、ちょっといいですか？やめてくださいよ。布団を出すなら私がやりますから。布団を出したいんじゃないからいいの。いい加減にして。さっきからあなた一体これ。こいつ。そんな。十和田さん、どうしてこんなことに。まさか本当に人が死ぬなんて。みゆきちゃん、そのくらいで気が済んだ。ちょっとみゆきちゃん、恋人が死んで悲しんでるってのに、いくらなんでもその言い草はないんじゃねえの。ずいぶん冷たいんですね。冷血呼ばわりは甘んじて受けましょう。十和田さん、この死体ちょっと調べさせてもらうわよ。とりあえず気が済んだかい？じゃあ質問だけど、
あんた最初から知ってたんだろ？黒沢匠の死体がここにあることをさ。はぁ？どうなんだい？正直に言ってみな。そんなわけ、そんなわけないでしょ！匠くんがいなくなって、ずっと私、私。隠し事はやめにしようって、みんなでさっき話し合ったじゃないか。冗談はやめてください！勝手に決めつけたこと言わないでよ！出たんだろう。だから見られたくなかったんじゃないのかい？どうして今までずっと隠してたんだい？相談してくれりゃよかったのにさ。すみません、私本当はさっき死体を見つけたんです。ここで押し入れを開けた時に。それじゃああんた、黒沢がここで死んでること知ってたってのか？いつから？黒服の人たちが騒ぎを起こして皆さんが表に出ていた時です。体調が優れなくて枕を出そうと思って押し入れを開けたら、匠くんの死体が。それじゃ俺たちがここへ戻ってきた時にはもう黒沢はここに入ってたってわけか。ごめんなさい。でも私、疑われるのが怖くて言えませんでした。疑う？なんであんたのことを疑ったりするんだよ。だって私の他にはここには誰もいないし、見つかったと知られたら先に疑われるのは私だから。考えすぎだっての。ちゃんと最初から言ってくれれば俺たちがあんたの証人になってやったのにさ。すみませんでした。匠くんの死体を見た時気が動転して何が何だかわからなくなって、自分でも何をどうしたらいいのか判断がつかなくて、つい、ああ、でも、なんだ乙部。いえ、そのそれって変じゃないかなって。ちょっと。なんだよ変って。だって黒沢さんは鳥居のところで襲われたんですよね。どうして犯人はこんなところに運び込んだんでしょう。そういえばそうだよな。あの銃撃戦の時俺はずっと集会所の玄関にいた。誰にも見られずこの部屋に死体を運び込むことなんて不可能なんじゃねえの。そうだ、そうだよ。いつの間に犯人は死体を運び込んだんだ？わかりません。
鳥居で襲われた直後、皆さんが西宮殿に行って匠くんたちを探している間に、犯人はここに運び込んだのでしょうか。それじゃあ黒沢さんはあの時すでに殺されていた。おい待てよ、それもちょっとおかしくねえか。西宮殿に俺とみゆきちゃん、乙部もついていこうってことになったのは成り行きだぜ。もしも西宮殿に行かずにここに残るなんて誰かが言い出した場合には、犯人はどうするつもりだったんだよ。犯人の気持ちなんて分かりませんよ。早くに出してあげればよかったね。ごめんね、たくみくん。たくみくん、疑われるのが怖いだなんて、そんなのダメだよね、ダメだったよね。ごめんね、たくみくん。見たところ、傷はどこにもないようじゃないか。黒沢匠はどうやって死んだんだろうね。え？単純な疑問さ。気になって当然だろ？園崎さん、そういうこと言うのは今はやめた方が。おかしいからおかしいって言ってるんだよ。黒沢匠はどうやって殺されちまったんだろうね。刺されたんなら血が出るだろうし、石段から突き落とされたんなら体中泥だらけのはずだろう。なのにこの死体は嫌に綺麗だ。どうしてだろうね。言われてみれば、見たところこの男には何の痕跡もない。死因は一体何なんだろうね。そんな、どうしてでしょうね。死因は絞殺です。頸部に索条痕がありますから。え？索条痕はいわゆる細い縄状のもので強く締められた時に発生する痕跡です。主に首を絞めて窒息死させた際に皮膚に浮かび上がる形で見つけることができます。残念ながら彼が死んだのは、私たちが黒服たちとやり合っている時間じゃないですね。そして西宮殿に行っている間でもない。死後硬直から見て、黒沢君が死んだのは昨晩の午後9時前後ってところでしょうか。午後9時前後。ちょっと待てよ。その時間なら俺たちがここへ来る前じゃないか。ですね。
それは変ですよ。だって見てますよ僕たち。ねえ荒川さん、そうでしょ。ここで黒沢さん酔いつぶれて寝てたじゃないですか。だから。あ、どうしたんですか？もしかしてその時黒沢はもう。十和田さん、あんた。私は知らない。何も知りません。知らなかったんです。いい加減にしなさいよ。もう一度だけ聞きます。黒沢さんを殺したのは私たちがここへ来る前、そうよね？知りません。私本当に知りません。私じゃない、私はやってない。お願いです、信じてください。さっき台所のゴミ箱の中から見つけたの。巧妙に隠してあったから見つけたのは本当に偶然だったけどね。これを警察に届ければ黒沢くんの頸部の皮膚片は確実に出てくる。そしていけないわね、素手で締めたりなんかしちゃ。ロープの端、汗でベタベタになってるわよ。ところで探偵みたいな人たちと一緒になっちゃうなんて。せっかくこんな誰も来そうにない場所まで足を運んだってのに。十和田さん、あと少しで平穏な生活を取り戻すことができたのに。残念残念。ソリマチさんのおっしゃる通り、私は皆さんがやってくる前に匠君を殺しました。十和田さん、それじゃあ鳥居のところで黒沢さんと一緒に襲われたっていうのも嘘？もちろん。
俺には意味わかんねえよ。ひょっとしてその黒沢はあんたを裏切ったりしたのか？浮気とか嘘とか、それが許せなかったってことなのか？いいえ、たくみくんはそんなことしませんよ。ただ私がたくみくんのこと消してしまいたかっただけなんです。消して？ええ、それだけです。だって私たくみくんのこと大好きだったから。おかしいじゃねえか。好きだったんならどうして殺したりしたんだよ。たくみくんとはもう付き合い始めて7年近くになるんです。知り合ったのは大学に入ってすぐの頃でした。なあ、十和田さん、今度の日曜よかったらライブ聞きに来ない？え？そう、ライブ。十和田さん、音楽は好き？うん、少しは。誰のライブなの？俺だよ、俺。決まってるじゃん。え？俺、バンドやってんだよね。実は曲も自作でさ、なかなかの自信作なんだ。なあ、どうかな。時間があればでいいんだけど。あ、いいの？私あんまり音楽わからないけど。いいよ、もちろん。絶対損させないから、約束する。じゃあ、どこでやるのかな？場所を教えてくれる？あ、これ、チケットとフライヤー。ああ、お金なんていらない。無料でいい。ただ、じゃあ、約束、待ってるからさ。Thank you.
俺さ、大学出たら本気でメジャー行こうと思ってんだよね。メジャー？うん、プロになりたいんだ。無謀ってバカにされるかもしんねえけどさ、俺音楽で飯食っていきたいって思ってんだよね。私、よくわかんないけど、プロになるのって大変なんじゃない？大丈夫なの？まあね。でも、楽器の頃から書き溜めた詩がいっぱいあるからさ。あとはそれに曲つけるだけなんだ。結構自信作なんだぜ。八重もいいって言ってくれただろ？まあ、確かにしばらくはバイトで生活費を稼ぐ生活になると思うけど、八重がそばにいてくれて音楽だけやって暮らしていけたら俺は幸せなんだ。他には何にも望まない。だから頑張れると思うんだ。もし世界がとっても大変な状況になって、音楽か私かどっちかしか選べないってなったらどうする？え、なんだよそれ、どういう意味？うん、ちょっとね、テレビでそんな話昨日やってたから。大変な状況ってのがどんなのかよくわかんねえけど、もしも音楽か八重かを選べって言われたら、俺は間違いなく八重を選ぶよ。本当に？当然だろ。音楽はなくても生きていけるけど、八重のいない生活は正直想像したくもないからさ。匠くん、俺はお前が俺を思ってるよりももっともっとお前のことが好きだぜ。そんなことないよ、私だって。
たくみくん、大丈夫？最近、なんだか元気なくない？大丈夫だよ。ここんとこバイトが忙しくて、あんま寝てないんだ。悪い。お前に心配かけてごめんな。今はこんなだけど、きっともうすぐ盛り返せる。いや、してみせるさ。実はレコード会社のプロデューサーがこの前会いたいって言ってくれて。ねえ、たくみくん、私たち一緒に暮らそうよ。え？二人で暮らせば生活費も半分で済むし、ちゃんと自炊すればお金だって節約できるよ。その分を音楽活動に使っていけば、心配も少しは軽くなると思うから。いいのか？それって八重、お前の。いいの、私がそうしたいだけなんだから。八重、たくみくんは私にできないものを持っている。私なら目指すどころか思い立つこともできないすごい才能がある。だから、私は応援したいの。私一人では絶対見ることのできない世界。あなたのそばで少しでも一緒に見ることができたら。ダメかな？ダメだなんて。でも。きっと叶う。大丈夫だよ。私だけは信じてる。だから、たくみくんのことも信じさせて。あなたが今見ている、素敵な夢の世界を。やべえ。俺、八重に迷惑はかけたくないからさ、お互い不満があったらちゃんと口に出して言おうな。うん。八重、俺がメジャーデビューした時、きっと隣にいてくれるよな。当然でしょ。私が匠くんのファン第一号なんだからね。
私、応援してるもん。夢を追ってる匠くんのこと。応援してるよ。だって、匠くんのこと、大好きだもん。八重が信じてくれているから、俺、頑張ろうって思えるんだ。お前がいるから頑張れる。八重、いつもありがとう。愛してる。幸せそうだったのに、どうしてこんなことに。そんな甘い日々は長くは続かなかったから。匠くん変わっちゃったんですよ。どうしたの？今日、バイトは？休み。何か嫌なことがあったのかな？俺、八重に迷惑はかけたくないからさ、お互い不満があったらちゃんと口に出して言おうな。ねえ、たくみくん、働かないの？働くよ。今、ちょっと疲れてんだ。そう。いろいろ世話になってて悪いな。近いうちに絶対、八重も驚くようないい曲を作ってみせるからさ。うん、いいの。楽しみにしてるから。Thank you.
ただいま。遅かったな。うん。ごめん。残業してて、あ、すぐ夕飯にするね。今日は遅かったから、あり合わせしか残ってないけど。八重。何？嘘つくなよ。え？いっ、どうしたの、たくみくん。どうしたもこうしたもねえだろ！なんで俺に嘘つくんだよ！嘘なんてついてないよ。たくみくん、何を言ってるの？だって今日、お前の誕生日じゃんか！残業なんて嘘なんだろ。お前今までどこかに行ってたんだろ。行ってないよ。一体どこに行くっていうの。お前誰かと会ってたんだろ。俺が金ないからって他の男に祝ってもらってたんだろ。は、はあ、そんなはずないじゃない。何言ってるのよ、たくみくん。友達が、たくみくんのことなんて言ってるか、知ってる？たくみくん、ひもって言われてるんだよ。
お前、俺のことそんな風に見てたのかよ。違う、私じゃなくて友達が。そうやってお前、前からずっと俺のこと内心でバカにしてたんだろ。知ってるよそんな噂。この近所のババアどももそんなこと言ってたしな。お前なんかに言われなくたって知ってんだよ。お前の顔にもちゃんとそう書いてあるしな。俺のこと、俺の夢見守るとか言いながら、俺のことずっと見下してたんだろ。どうせ俺は社会のクズだよ。お前とはどうせ違うよ。俺がいると優越感に浸れるからいい気分だろ。そんな…この野郎、てめえ、やめて、チクショウ、いやバカにしやがって。いや、ごめん、ごめん。たくみくん、俺は。ごめん。いや、ごめん。俺、とんでもないことを。ごめんな、喧嘩させて。俺バカだ、ごめん、ごめん。たくみくん、ごめんな、ごめんな。私こそすまないこと言ってごめん。それから、たくみくんはことあるごとに暴力を振るうようになったんです。機嫌が悪いときは、私の箸の持ち方が悪い。ただいまという声が小さい。洗濯物の畳み方が違う。そんなことで殴られました。私、入院までしたことがあるんですよ。あの日は急な残業があった日だった。珍しく匠くんが夕ご飯を作ってくれることになっていて、でも結局家に帰れたのは午後11時過ぎ。帰った途端ひっぱたかれて、そしてその後ずっと。一度二度と続くと
だんだん歯止めが効かなくなってくるのかな。自分でもどうしたらいいかわからなかった。どっちが悪いのかすら考える余裕がなかった。それにその時のことはちょっとした騒ぎになって。文字通り身も心もボロボロでした。何が楽しかったのかそれすらもうわからなくなっていました。僕なら逃げてます。そんな人、僕なら別れてます。気が済むまで私を殴ると匠くんは必ず泣きながら謝るんです。そうされると私は許してしまう。だって私の心の中には昔の匠くんの記憶が残っているんだもん。私だって苦しかったんです。もう匠くんのそばにいるのはやめようって何度も思いました。家賃も払えない匠くんを放り出すのは忍びないけれど、私にだって私の人生があるはずだし、今目の前にいる匠くんはもう私が愛した昔の匠くんとは違うって、そう自分に何度も言い聞かせた。だけどダメだったんです。どうしても昔の匠くんを重ねてしまう。匠くんと一緒にいてももう愛しい昔の思い出を思い出すことしかできないのに。それでこいつを見捨てるわけにもいかず、どうしたらいいか分かんなくなって殺しちまったってわけか。そんなんじゃないです。そんなんじゃないんです。匠くんはきっと私よりももっと苦しかったんだと思います。夢に見限られ、友達にも愛想を尽かされ、匠くんがすがるべき人間は私しかいなかった。けれど私もまた匠くんを切り捨てようとしていた。私匠くんのこと一思いに切り捨ててしまえばよかったんです。荷物も何も全部置いて家を出てしまえばよかった。でもそうはできなかった。未練がましく昔の思い出にすがりついて、殴られても殴られても匠くんのそばにいてしまった。その一方でそばにいながら昔とは変わってしまった匠くんを憎んでいた。そんな私の心の葛藤を匠くんは肌で感じていたと思います。だからもう何もかも終わりにしたかったんです。楽しかった思い出も、それを塗りつぶしてあまりあるどうしようもなく辛い今も、匠くんさえいなくなれば全部消える。だから匠くんを消したんです。死んだら楽しかった思い出だけを心に残して楽になれるって信じて。そんな身勝手な言い分が通るかよ。結局あんたは自分のやったことをなんだかんだと理由つけて正当化してるだけじゃないか。
ええ、そうですよ。でもそれは私が自分で選んで自分で決めた選択、そうすることがお互いにとって幸せだって私は決めたから、自分で決めたことを自分でやり遂げただけです。嫌なことは全部消したんです。そして私は実行に移した。観光地化されていなくて自然がいっぱいあってとってもいいところなんだって。こういうところに行ったら気分が変わるかも。一緒に行かない？そんな風に誘ったら匠くんは喜んでついてきました。あとは彼に睡眠薬を入れたお酒を飲ませて酔いつぶれたところを締め殺しておしまい。でもまさかこの無人の廃村で明かりを見つけてやってくる人がいるなんて誤算でした。人殺しはいけないことだって知ってます。私だってしたくなんかなかったし、これからもしないと思います。でもこれが最善の選択だった。他に方法なんて何もなかった。なんて女だよ。だって私今とっても清々しい気持ちなんですよ。それこそが私の選択が間違ってなんかいなかった証拠。無理をして自分の気持ちを押し隠していても結局不幸が積み重なるだけ。それに匠くんは苦しみから解放されて、私も過去を清算できた。新しい明日に向かってこれからまた生きていくことができる。お互いにとって幸せな結末だった。そう思いませんか？思うかバカ野郎。その話どこまで本当なんだろうな。大体人殺しの言うことなんて信用できねえよな。暴力受けてたっていうのも本当のところはどうだか。本当はなんかもっと醜い理由があるんじゃねえの。死んじまった人間は何も語らねえからな。自分を美化してごまかすのは罪を受け止めて向かい合うよりずっと簡単なことだよな。私自分をごまかしてなんかいませんから。真実なんて分かりませんよ。匠くんは死んでしまったんだし、分からないものはどうしようもないですよね。それに最近じゃ匠くん私とまともに話すこともなくなっていたから、聞いてもきっと何も言ってくれなかったと思います。そんなの分かんねえだろ。ええ、分かりませんよもうね。でもだったらあなたが同じ立場にいたら違うことができたんですか？私は私にできる最善のことをしたんです。この選択に後悔はありませんよ。よくもまあ抜け抜けと。十和田さん、もう一度だけ確認するわ。それ、
本心で言ってるのね。はい。じゃあ、あんたは否定したわけだ。好きな人と過ごしてきた楽しい時間を、思い出を、存在を。いえ、それだけじゃない。その人と出会ってしまった偶然さえ、あんたは否定したんだ。まるで、最初から全て間違っていたかのように。さっきの話を聞いていて思ったんだけど、あなた最初から最後まで自分の主張ばかりよね。もしくは思い込み。相手がどう思ってどう感じていたかなんて全然聞こうともしてない。自分の勝手な価値観で相手の気持ちを邪推してあれこれ考えて、自分の判断だけで良かれと思う道を選んでる。そして相手にも強制してる。何言うんですか。強制なんてしてません。我慢を強いていたのはむしろ。彼は頼んだの？あなたに我慢してくれって頼んだの？一緒に暮らしてくれ、生活費を払ってくれ、面倒を見てくれ、黙って殴られてくれ。黙って。それって結局全部あなたが望んで、あなたから彼にそうさせたのよね。だから彼に対してその文句や不満を言って嫌われたりしたら、彼は自分を必要としなくなって手元から離れていくかもしれない。実際にそうならなくてもその可能性を考えるだけで怖かった。まだわからない？あなたはどんなに辛くても彼の一番の理解者である自分でいたかった。そして我慢をし続けている自分の崇高さによって彼を自分のそばに縛りつけておくことで自分の欲求を満たしていただけなのよ。だんだんそれにも飽きてきた。だからといって自分以外の誰かに渡すのも嫌だった。その結果がこの犯行よ。あなたが望んだ未来は、彼をペットのように飼って独り占めにして永久に誰にも見つからない場所に隠しておくことだった。彼の気持ちなんかお構いもなしに、死後も思い出の中で自分だけのものに。いけない、そう思っちゃいけないの。ええ、そうよ。私と彼は最初から価値観がまるで違ってた。私は普通の幸せが欲しくて、匠君は一か八かの栄光を求めて、現実にしか生きられない私と一瞬のチャンスにかけることができる匠君。釣り合うわけがない。最初から無理と矛盾だらけだったのよ、私たちは。でも好きだった。本気で愛していたのよ、心の底から。だけど私の望む暮らしは、ここにでもありふれた普通の生活だった。赤ちゃんを作って育てて、庭付きでなくてもいいから家族みんなが安らげる空間で、
そんなに贅沢もできないけど、日曜日はどこかに出かけたり、買い物をしたり、他の友達と自分たちの子供の自慢をし合って、でもやっぱり自分の子が最高だって勝手に喜んで、一緒に年をとって、子供たちの成長する姿を見ながら、肩を並べて、日向ぼっこをして、昔のことを懐かしく思い出して、だけど、今は一番幸せだって、言い合って、和田さん。でもそれは匠くんに生き方を変えろってことじゃない、彼に夢を諦めろってことじゃない。そんな残酷なことあなたは言えるの？私は言えなかった、言えるわけがなかった。だって私怖かったから、自分の幸せを求める彼にそう言って、お互いの道が違うってことを知られて、捨てられるのが、怖かったのよ！ねえ、とわだ。そんなに言うんなら、死んだ人間に聞いてみればいいじゃないか。え？忘れたのかい？ここは死者の住む村さ。ここでなら、死んだ人間と話すことくらいわけないよ。本当にあんたの思っている通りだったのか、それを本人の口から直接確かめればいいさ。八重。あ、なんだよそれ。匠くん。八重、ごめんな、お前のことを。俺、すっげえ苦しめてたんだな。本当に、すまなかった。何？どういうこと？今さら、こんなこと言っても信じてもらえないかもしれない。でも、俺、本当に自分が嫌だった。お前に当たり散らしたりするたびに、自分のことを醜くて、卑怯で、最低の奴だって思った。なんでこんなことしちまうんだろうって。いつも悔しくて、情けなかった。となるとすぐお前に暴力を振るってしまう。そんな自分が
嫌で嫌でたまらなくて、ずっと自分を変えたかった。お前のそばにいるために俺は最善の努力をしようと何度も誓った。でも誓っても誓っても、嫌なことがあるたびにすぐにその誓いを破ってしまう自分が、どうしようもなく惨めで、俺が死ぬほど殴りたかったのは八重じゃない俺自身だったんだ。匠くん、何言ってるの。俺さ、お前に見限られるのが怖かった。気づいてたよ、お前が普通の幸せを求めているってことは。でも今さら俺にそんな生き方ができるかどうかわからなかったから、怖くて迷って決心がつかなくて。そんな俺だから、いつ捨てられても仕方ないって本気で怖かった。だからお前がドライブに誘ってくれた時、俺は死ぬほど嬉しかったよ。まだお前が俺のことを好きでいてくれてる、諦めないでいてくれてるって知って嬉しかったよ。嘘でしょ、何これ、何なの。いたずらならやめてよ、やめてよ。このドライブで俺、お前に報告したいことがあったんだ。もう夢は諦めるっていつか約束しただろ。夢とお前とどっちか選ばなくちゃいけないことになった時、俺はお前を選ぶって約束果たそうと思って。だから俺、たくみくん、大変な状況ってのがどんなのかよくわかんねえけど、もしも音楽か八重かを選べって言われたら、俺は間違いなく八重を選ぶよ。本当に？当然だろ。音楽はなくても生きていけるけど、八重のいない生活は正直想像したくもないからさ。バイトじゃなくてちゃんとした会社に勤めようと思って、それで音楽は一切やめて、プロになる夢は諦めて就職活動してたんだ。でもうまくいかなくて、大学出てずっと一度も就職したことなかったんだからしょうがないよな。毎日面接官に鼻であしらわれたり、ひどいこと言われたりして断られ続けて、それが苦しくてまたお前に当たったりして悪かったよ。八重、お前のことが好きだった。
辛い目に遭わせてごめんな。俺と一緒にいたこと、どうか後悔しないでほしい。そんなこと言えないよな。ごめん。でも、これだけは言わせてくれ。俺は、お前に会えてよかった。お前と一緒にいられたから、頑張ることができた。夢を追い続けていられた。なのに、そんな優しいお前に、人殺しなんかさせてごめんな。だから俺、お前にはその分、これからは幸せになってほしいって、本気で思ってる。俺みたいなのじゃなく、もっと、ちゃんとした奴と一緒になって、お前の本当に望んだ幸せを手に入れてくれ。何言ってるの？何なのよ？何なのよこれは！大体死人が喋るわけないじゃない！いい加減にしてよ！トワダ。タクミ君、本当に就職するつもりだったの？八重、ごめんな。お前にこんなことをさせる前にこれを見せたかった。そして喜んでもらいたかった。そんな。お前のことがずっと好きだった。優しさが嬉しかった。微笑みが可愛かった。もっとお前の笑顔、見たかったな。ガキとか作って。もっと幸せそうなお前の笑顔を、見たかった。いろんな約束、全然守れなかったな。本当にごめん。今まで一緒にいてくれてありがとう。俺はお前と会えて本当に幸せだったよ。あんたが殺したんだろ？そうじゃなかったのかい？たくみくん、ごめんなさい。どうしてこんなことに。なんで私、あなたにちゃんと話を。ごめんなさい、ごめんなさい。ところで、最後にあんたのことを聞こうじゃないか。そうですね。もうこうなったら隠しても無意味か。
やっぱりね。ヤクザにしちゃ品が良すぎると思っていたんだよ。社交辞令、どうも。龍之介さん、今まで隠していてごめんなさい。私、フリーライターじゃないんです。うすうす感づいてはいたけど。私は警視庁のマルボー、組織犯罪対策部の人間なんです。数週間前に沖ノ宮で起きた園崎組組長暗殺事件の捜査をしていて、警察関係者が来たってことを知らせたくなかったんで、知り合いの出版社に名前を借りてこういう形で来ることになって、嘘をついていてすみませんでした。ってことは、暴力団対策がお仕事で？ええ。ってことは、あんたが追っているのは、うちのことだね。こんなところで園崎さんに会えるとは夢にも思いませんでしたけどね。それに園崎美音の正体もこの村へ来てさっぱりわからなくなってしまいましたけど。でもみゆきちゃん、どうしてこんな廃村になんか。組長の園崎茜を都内の病院で暗殺しようとした狙撃犯の目星はつきましたが、この事件はそいつを捕まえるだけでは収まりそうにありませんからね。背後関係を洗っていた矢先、組員たちが雛見沢に向かったという情報が入ったんです。それでもしや園崎本家で何かあるのかもと思い、捜査に来たってわけですよ。なるほどね。そこまで調べはついてるってわけか。ちょっと待ってください。それじゃあミオンさんはヤクザの組長なんですか？そうじゃないけど、まあ似たようなもんさね。でもどうしてこんな誰もいない村にヤクザの組長みたいな人が。ソリマチは知ってるだろうが、うちの組は昔ここら一帯では相当な力を持っていてね。ちゃんと話すと長くなるからかいつまんで言うけどさ、先代が死んだ時、私が次期当主として園崎家をまとめるはずだった。だがまだ若すぎるってことで
その役目は私じゃなく母さんが担うことになったんだ。そいつを面白く思わない奴がいてね。古くからの組の重鎮を中心とした一派が出て分裂したんだよ。それじゃあそいつらがミオンさんを狙っていた黒服の連中ですか？その通り。奴らは私が園崎本家を古式にのっとった正当な形で継承してないなんてイチャモンをつけてきてる。あれは園崎家の内部抗争ってわけか。だったらミオンさんが正当な形で継承すればいいわけですよね。おいおい、そんな簡単なことじゃねえだろう。そうでもないさ。園崎家の家宝さえ手に入れりゃ、私が古式にのっとった正当な継承者って認められることになる。その在りかを知っているのは正式な継承者だけだからね。家宝？それじゃ園崎さんが西宮殿で探していたものが。そうさ、神霊。代々園崎家当主が物事の取り決めの決着の際に振ったものだよ。神霊の在りかを知っているのは先代当主園崎お龍亡き今私だけ。と言っても私も正確な在りかは知らなかったりするんだけど、私が知ってたのは古出神社の西宮殿の中にある巻物に在りかが記されているということだけさ。そしてもう一つ、御三家の家宝の一つ玉弾きの刀がどうやら神霊を手に入れるための鍵になるということ。これで分かっただろう。黒服の連中は分裂した一派。奴らは私に神霊を見つけられたくないだけでなく、この無人の廃村で私を叩き切り一気に決着をつけるつもりなんだろうよ。それじゃもしかして俺たちの車がなくなったのはあいつらの仕業？多分ね。十和田に襲いかかったのも私の味方だと勘違いしたからだろう。奴らはおそらくここにいる全員を殺すつもりだろうからね。全員？悪いことをしているときに顔を見られたら殺す。うちらの世界じゃよくあることだよ。巻物には神霊は園崎本家に隠されていると記されてた。私はこれから本家へ向かうよ。私も一緒に行きます。え、みゆきちゃんも？ミオンさんを阻止するため敵は必ず本家に現れるはず。本来なら沖ノ宮の警察に向かって援軍を頼みたいところですが、そうも言っていられないでしょう。じゃじゃ馬だね。どうも。荒川さんはどうしますか？どうするって、お前。
龍之介さんたちはどうします？ここにいた方が安全だとは思いますが。いや、私たちがここにいるのは分かってるんだ。奴らは早晩人手を増やしてまたここへ来るだろうね。素人だからって奴ら手加減はしないよ。ここは意表をついて敵の本陣を突く。敵は桶狭間にありってね。つまりあんたたちも一緒に来た方がまだマシだと思う。って言ってもこっちもいろいろ守るもんがあるから、あんたたちのことをどこまで守ってやれるかわかんないけどさ。力は尽くすがこんな状況だ。命の保証はできないよ。僕は一緒に行きます。いえ、連れて行ってください。乙部、一度は捨てた命ですから。一緒にいればまだ何かお二人の役に立てることがあるかもしれないし、いいですか？荒川はどうする？もちろん俺も行きますよ。みゆきちゃんに万が一のことがないよう、俺が誠心誠意しっかり守ります。雨止んだようだね。行くよ。十和田さん、私はここにいます。な、何言ってるんだよ。十和田さん、さっきの話聞いたでしょ。ここにいたらヤクザに殺されちゃいますよ。いいんです、もう少し匠くんとここにいたいんです。一人でいろいろ考えたいから。でも、好きにさせてやりなよ。ミオンさん、あんたには使えるとは思えないが、ハッタリくらいにはなるだろう。ありがとうございます。